今くり上下の方を美しくさせていただく方です。はい、で今回ですね、上下8分ずつ16本の歯のね、お施術をさせていただきます。歯並びやお色や形のバランスをね、より美しくお歯の印象に合わせてね、しっかりと作っていきたいと思います。ガラッと印象を変えていきます。上下の歯を美しくさせていただいている方です。はい。はい、今回ですね、上下見える範囲の歯の施術をさせていただいてます。はい、このようにね、白さや透明感やツヤ感をね、しっかりと出した美しいセラミック、見える範囲の上下の歯の施術をさせていただいてますから、ね、印象を変えていくことができます。今くり。上下の歯を美しくさせていただく方です。はい。はい、上下のね、前歯を美しくさせていただきます。今回はですね、上の歯8本と下の歯6本の歯の施術をさせていただいて、タニさんでね、入っているセラミックの改善ですね、歯の出具合や色、形、透明感などね、ガラッと印象を変えて美しくさせていただきたいと思います。上下の歯を美しくさせていただいた方です。はい。はい、今回ですね、上下、14本の歯の施術をさせていただきました。上の歯8を下の歯6本の歯の施術をさせていただきました。もともとはね、かぶせ物が入っていた上の歯4本も含めてバランスの取れたね、美しい状態にすることができました。白さ、透明感、ツヤ感などもしっかりと出した美しいセラミックにしてあります。横の斜めからも見てみましょう。今くり上の歯を美しくさせていただく方です。はい、はい、上の前歯をね、美しくさせていただきます。歯の大きさの段差が出ていることや八重歯感が少しある方ですね。はい、上の歯の8本の歯とホワイトニングをさせていただいて、より理想にね、お顔のイメージに合った美しい歯にしっかりとさせていただきたいと思います。上の歯をきれいにさせていただいた方です。はい。はい、今回はですね、上の前歯4本の歯の施術をさせていただきました。はい、歯並びやね、お色や形の不調をですね、しっかりと改善させていただいて、他の印象に合わせてね、透明感や白さ、まだの印象に、本の歯の白い歯で、上の歯の8本の歯の施術をすることができました。非常にきれいになりました。